ヨッヘン・リント、カール・ヨッヘン・リント、カール・ヨハン・リント、1942年4月18日から1970年9月5日は、ドイツ生まれ、オーストリア国籍の F1 ドライバーである。1970年の F1 ワールドチャンピオン。1970年のシーズン途中、全13戦中の、第10戦イタリア GP 予選での事故で死亡したが、 それまでに獲得したポイントを超えるものが現れなかったため死後にチャンピオンが確定した。現在も海一のドライバーズチャンピオンを死後追蔵されたのはリンとただ一人である。激しい攻めの走りと圧倒的なスピードを見せるファイタータイプのドライバーとして知られた。その勇猛果敢な走りのスタイルやコア表の要望も相まってタイガーとの続称を受けた。 しかし実像は物静かで知的な人物だったと評されている。ドライバーとして活躍しただけではなく、レースやレーシングカーショーの主催者としての活動も行っていた。ドイツのマインツで生まれたが、両親を第二次世界大戦のハンブルク空襲で失い、オーストリアのグラーツで母方の祖父母に育てられた。1961年に、 会一大0戦ドイツ GP を観戦。そこで、ボルフガングフォントリップスの走りに見せられ、レーサーになることを決意した。祖父母は、当初リントをレーサーにすることには反対であり、無理やり大学に入れたこともあった。しかしレースに熱中し、学業には全く興味を持たない様子を見て、最終的には折れて反対しなくなったという。会2で活躍した後、 1964年に地元の第7戦オーストリア GP でロブ・オーカー・レーシングチームから第1にスポット参戦した。1965年にはクーパーで本格デビューし2度の入賞を記録した。またこの年のルマン24時間レースではマステン・グレゴリーと組んでフェラーリから参戦し優勝を果たした。この頃、 コンノートの元オーナーだったバーニー・エクレストンと知り合い、個人マネージャーを依頼する。二人は深い信頼で結ばれ、後にロータスカー2チームを共同運営することになる。1966年は旧式のマセラティエンジンを搭載したマシンで構想。2位2回などでランキング3位を獲得し、将来のチャンピオン候補として注目される。しかし、 1967年は10戦中4位入賞が2回のみ、他はすべてリタイアに終わった。1968年はブラバム衛席。全12戦中、予選で2度のポールポジション、PP 獲得と速さを見せ、決勝でも3位を2度獲得したが、他はすべてリタイアに終わる。このように、速さは見せていたものの、その激しい走りから、 自身のミスやマシントラブルを多く招き、好成績をコンスタントに上げることはできないでいた。1969年にはロータスに移籍。第9戦カナダ GP 終了時で PP を4回、ファステストラップ、FL を2度記録していたが、優勝経験はないままだった。トップを走行しながらリタイアしたレースも多かったことから、クリス・エーモン以上に、勝てそうで、勝てない。 ドライバーとして認識されていた。第10戦アメリカ GP ではシーズン5度目の BP を獲得。決勝は一時、ジャッキー・スチュワートの選考を許すも、その後トップに返り咲いて初優勝を達成し、勝てそうで勝てないのお名を返上した。1970年にはグラハムヒルの遺跡によりロータスのエースドライバーに昇格。 斬新なウェッジシェープボディをまとうロータス72を得て、念願のチャンピオン獲得に向け快進撃を見せる。第3戦モナコ GP では、レース終盤に15秒先行するジャック・ブラバムを猛追し、ファイナルラップの最終コーナーで抜いて優勝するという、歴史に残る大逆転劇を演じた。この時のマシンは、旧型のロータス49。この周回で記録したファスストラップは、 自身の予選記録よりも2.7秒早く、ジャッキー・スチュワートの PP タイムさえ0.8秒、上回っていた。ブラバムが優勝すると思っていた、競技長のポール・フレイルは、チェッカーフラッグを振り忘れた。リントは、表彰式で、モナコのロイヤルファミリーから祝福され、男泣きした。第5戦オランダ GP では、親友ピアス・カレッジの事故死を乗り越え、 ここから第8戦ドイツ GP まで4連勝を記録した。イギリス GP ではモナコ GP を再現するように最終ラップにガスケを起こしたジャック・ブラバムをかわして優勝するという月もあった。モンツァで行われる第10戦イタリア GP を迎えた時点で敬語賞を上げたリントはランキングで2位以下を大きく引き離し残りの4レースどれかで優勝すれば チャンピオンが決定するという状況だった。金曜日のプラクティスで、チャップマンとリントは空気抵抗を減らし、トップスピードを上げるため、ウィングなしで走行することにした。リントのチームメイトであったジョン・マイルスは、ウィングなしでの走行は、まっすぐに走らないと不満を表していた。しかし、リントは、そのような問題はないと報告した。チャップマンはリントがウィングなしだと、 ストレートで 800rpm 速いと報告した。9月5日の予選走行中、リントのロータス72は、最終コーナー、パラボリカ手前のブレーキングで突然姿勢を乱し、コースアウトして、ノーズからガードレールに激突。リントは両足が見えるほどに大破したマシンの中で、死亡した。ほぼ即死の状態であったという。死亡時は28歳だった。その後、大きく、 ポイントでリードしていたリントを上回る者が現れない、ままシーズンが終了。ロータスに抜擢された新人、エマーソン・フィッティ・パルディが、リントの死後に予想外の好成績を上げ、ライバルのポイント加算を妨げたのもなきリントへの援護となった。その年のドライバーズチャンピオンを誰にするかが議論となったが、結局ポイントリーダーであるリントをチャンピオンとすることになった。 この年リントが獲得したポイントはすべて優勝によるものであった。皮肉なことにリントは妻ニナにチャンピオンになったら引退すると約束していたという。墓はオーストリアのグラーツ市の中央墓地にある。海一などモータースポーツでは前年度のチャンピオンがカーナンバー一をつけることが多いがリントの死去に伴い翌1 9 7一年シーズンはカーナンバー一が 結番となり、ロータスのエマーソンフィッティパルディがカーナンバー2を、レーネ・ウィッセルがカーナンバー3をつけて開幕を迎えた。事故の原因は、ロータス72の特徴だったフロントインボードブレーキのトルクロットブレーキシャフト。制動力を車輪に伝達する棒が接損したためと言われており、リントの運転ミスではないと見られている。 マシンはパラボリカへのブレーキングで急激に左へ展開し、ほとんど最高速を保ったままコース外側の壁に激突しているが、これは右側のフロントブレーキが全く効かなくなった、トルクロットが折れた結果と言われる。インボードブレーキはサスペンションのバネ下重量を軽く、イコール路面追従性を高くできることから、ロータス72以前のレーシングカー。 メルセデス・ベンツ W196 や、市販乗用車、シトロエン 2CV、スバル1000、NSU ロー80などでも採用例がある。ロット、シャフトの強度などが確保されていれば、インボードブレーキでも、危険というものではない。ただし、レーシングカーでは軽量化のため限界まで、肉厚、イコール強度を落とすことが常動で、これが、リントの事故死につながったと言われる。 リントンの事故の後ロータス72のトルクロットはより太いものに変更されたと言われる。現在の F1 では空気抵抗になるトルクロットが必要なインボードブレーキではなく、軽量なカーボンディスクローターと組み合わせたアウトボード、インホイールブレーキが主流になっている。リントンは体が前方へ移動するのを防ぐために股の間に装着するシートベルトの付け心地を嫌っており、 事故の際にもつけていなかったと言われている。そのため事故の衝撃で体が車体前方へと一気に潜り込み、サブマリン現象、腰の部分にあるシートベルトのバックルが喉の位置まで来てしまった。バックルは金属製のため喉が切り裂かれてしまい、これが致命傷になったという。ベルトの圧迫で胸郭が破裂したことが死因という見方もある。事故の衝撃で 車体全部がもぎ取られたため、潜り込んだ足が前方に露出する結果となった。この模様は映像として記録されており、事故の悲惨さを現在に伝えている。この時期は1968年のジム・クラークの死亡事故などをきっかけにフォーミュラカーにシートベルト装着が義務付けられたばかりで、リントはそれ以前までずっとベルトなしで走っていたため、ベルトで束縛されるのを嫌っていたという。 リントのチームメイトだったジョン・マイルズはリントの事故の前に同様のブレーキトラブルに見舞われるなど事故の原因を知っていたようでリントの事故後にチームロータスを去っている。また当時のロータスには速いが危険なマシンを作るという噂が根強くあり軽量化を優先するあまり各部の強度が足りないあるいは信頼性に疑問のある新規な機構を安易に採用する などとよく言われていた。リント自身もロータスへの移籍が決まった際には、これで僕は、自己死するか、チャンピオンになるかのどちらかだと冗談を飛ばしていたという。1969年のスペイン GP では、構想式、リアウィングの脱落によりロータスの2台ともがクラッシュし、続く、モナコ GP より、この種のウィングが禁止されることになった。この事故でリントは顔を骨折し、 その後も脳震盪の後遺症に悩まされた。リントはロータスの総水降臨チャップマンに対し、マシン設計に疑念を感じている、胸の手紙を送り、モータースポーツ市場でも質問状を公開した。チャップマンは立腹し、リントとの関係はしばらく悪化した。リントは次のレースまでに僕の体を減量してくるので、その分だけ車体を補強しておいてほしいと要請したが、 チャップマンはそれに応えず、相変わらずギリギリの強度のマシンでレース望まなければ、ならなかったという逸話もある。リントのライバルだったジャッキー・スチュワートは、自分が乗る、予定のマシン、ロータスではないが、インボードブレーキ方式だと知って、ブレーキの設計を変更しない限り、このマシンには乗らないと宣言したことがあると言われる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。